Right. すみません。あしたあ朝どこへ行きますしたか。はい。ちょっと用事があって出かけてんだ。ああ準備ですか。ん？草をでもらえますか。ん？なんだって。朝草をもらえましたか。はい。草一日何トンぐらい？あれのね半分ぐらい。一つのやつの半分ぐらい。これを朝と夕方あげてる。ああ、そうですか。これ何分ぐらいですか？5分ぐらい。そうだね、かかってるの5分ぐらいかもしれないね。だいたいここで出なくなると終わり。ポヤジローですか。そう。今少ない止めたですか。そう。だからだいたいあれを見てて、もう乳が出なくなったら、終わりにしないと。あんまり長くかけてると病気になっちゃう。わかりました。絞りすぎるとね。そうそう、すごいね。うん、私はベトナム名前は、うん、クアンです。クアン、クアン君、うん、おじいさんは、私は影山、あ、山ですか。そうそうそう、マウンテンの山、ね、影です。もうおじいさん大丈夫ですか。うん、大丈夫。お父さん大丈夫ですか。うん、ワン君はいくつなの？うーん、あ、君はいくつ？今、私24歳です。24歳。はい、あ、若いけども、もっと若く見えるね。そうそう。うん、息子は、うん、私の母、私は母、44歳です。二十歳で産んだんだ。そう。じゃあ若いお母さんだね。はい。私長男です。あと他の下の兄弟は？兄弟は三人、二人弟です。あ、二人が男。はい、っていうと女の子が二人。三人、女の男子三人です。おじいさんは兄弟は何人ですか？兄弟はね、男が4人と女が1人。ああ、多いね。昔だったからね。今は日本はあんまりね、子供多くない。私、おばあさん、うん、同じです。昔は日本人もたくさん子供産んだのよ。そうそうそう。母の母は。あ、はい。